わないっすゲーム、久々のガンダムブレイカーモバイル実況に、緊張しているノエでございます。久々ですね。今回は、ハイニューガンダムのピック、T 属性の方が登場しましたので、紹介していきたいと思います。爽快フェスティバルでございます。まず最初にですね、一番おすすめのパーツということで、こちらのパーツでございます。脚部でございます。耐久力 11,425、 射撃力攻撃力 6,770、 ビーム耐性ね、ゼロの代わりに、まあパラメーターがいい感じですね。射撃防御力も 11,189 とね、高い数値を叩いております。そして注目ポイントなんですけれども、こちら、時期が連邦の時、EX キルのクールタイム 28% 減少、そして時期が T 属性時、EX キルのクールタイム 28% 減少ということで、足パーツだけでね、半分以上の EX タイム、EX キルのクールタイムの方が減少させられるというね、面白いパーツになっております。まあ、近年ですね、小隊のクールタイム減少っていうパーツもあるので、もうこれ一つあれば他ね、まあ、ちょこっとつけとくだけでも EX キルの方が100% になるし、まあ、100% 必要ないなって方もいらっしゃると思うんですけど、この1パーツだけでね、かなり高いクールタイムの数値を叩けるので、他のねパーツで防御力を高くしたり攻撃力もどん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 高めていったりすることができる、非常におすすめのパーツでございます。はい、以上がですね、一番おすすめのパーツなんですけれども、ここからね順に見ていきましょう。ちなみにまだねガシャの方はやっておりません。こちらですね、まず頭部ですね、耐久力9740、射撃攻撃力13037、もうね当たり前のようにね数値が高いということで、ビッグもね効果もありますので、これだけあれば十分なんじゃないかなというところなんですけれども、そうですね、こちら、パーツ特性のサーベルカテゴリー時、射撃攻撃入力 40% 上昇で、耐久力 50% 以上の時に射撃攻撃力、被弾倍率、射撃攻撃の被弾倍率ですね、こちらの方が 50% 上昇というね、ダメージね与えるのに非常に効果的かなというところですね。まあ、特にね EX スキルが3つともね射撃なんでいいんじゃないかなと思います。続いてですね、ボディでございます。耐久力 12,786、 射撃攻撃力 6,025、 射撃防御力 17,27、 こちらの方もね遠距離からの攻撃に対応しつつ遠距離の攻撃ができると、非常にね使いやすいんじゃないかなというところでございます。パーツ特性の方がジョブミドルシューター時、全攻撃被弾倍率 40% 上昇と、格闘攻撃の威力が 5% 減少し、 EX キルの威力クールタイム 23% 減少という扱いやすい、ね、パーツでございます。でワードタグが S1 効果力という形になっております。はい、続いて腕ですね。腕の方がですね、耐久力 11,221、 これ結構高いんじゃないかなというところと、射撃攻撃力もね 6,269 という形で、まあ、射撃系の機体はね格闘攻撃力が若干落ちつつ射撃攻撃力がバーンって上がるっていうのが多いんじゃないかなというところと、まあ、ビーム耐性もねゼロなんでこれだけ高いのかなというところでございます。でワンブマシンガンの方ですね、こちらの方は11発ねある弾数系で、A- ね威力がありますのでかなり使いやすいんじゃないかなと思います。物理攻撃ですね、ワードタグが A 専用機高火力でございます。はい、続いてですねセパーツでございます。耐久力 11,221、これも高めですね。で射撃攻撃力が 5,047、 これもねビーム耐性がねゼロですね。ビーム耐性ということでビーム兵器にちょっと弱点を持つ機体なのかなというところでございます。で EX 級の方がこれバインド系ですね、ハイパーメガバズーカランチャーということで、威力 SS- ですね。でクールタイム、79秒、初回20秒という形でございます。フィンファンネルによる継続的な、全方位攻撃を行い、絶大な威力を持つモビルスーツ用メガ粒子砲で、至近距離から砲撃する、 全員の耐久力の最大値 38% 回復、全員の射撃攻撃力 44% 上昇、一定時間の間全員がひるまなくなるというところで、ね、かなりね
まあ、回復がつきつつ射撃痕技量を上げつつ、ひるまなくなる、全員がねひるまなくなるというのがね、ポイントかなというところでございます。ワールタグの方が A 戦予期中距離戦でございます。これもねいいかなと思います。はい、続いてですねビームサーベルでございます。こちらの方ですね、耐久力8669、格闘攻撃力が18459、6か6ですね。でちょっと射撃攻撃力が0なんですよね。まあ、射撃機体だと結構そうですね、射撃攻撃力がちょっとついてくる、もしくはね結構ついてくる武器が結構多くなってるんで、そこがねちょっと微妙なのかなというところでございます。でビーム耐性と、ね、物理耐性も0っていうね、ちょっと厳しいところがあるのかなと思います。パース特性が時期が連邦時 EX スキルの被弾倍率 50% 上昇で、時期が連邦時全攻撃被弾倍率を 50% 上昇ということで、100% ね被弾倍率を上げることができるということでございます。正確にはね全攻撃と EX スキルなんで、 EX スキルの威力が、そうです 200% になるのかなというところでございます。ワードタグが A 戦予期連邦という形でございます。そして最後がですね盾でございます。耐久力9251とで、射撃防御力11883、格闘攻撃力が4949ですね。で 射撃攻撃力もつくんですけれども、これね、まあ、最近の、シールド結構ついてるものがあるんですけれども、ちょっと低めかなというところでございます。で EX スキルの方がビームがね、これも弾数系で、ビーム兵器、ビーム攻撃ですね、で弾数11発までいくという形ですね。でワールドタグが A 戦予期中距離戦になっております。以上がですね、排入ガンダムの、パーツ、詳細とね個人的おすすめ一押し、はい、ということでですね、今回このような形で終わりました。まあ、残念ながらですねコンプならずというところで、引き続きですね狙っていこうかなというところなんですけれども、まあ、いつもの通りねこちらの感じですね、こちらのような感じで、何連かな、あ、60連か60連回してみました。まだね改造1個もしてないんで、このバッジの方がねマックスに残ってるんですけれども、60連回した形で、まあ、割と悪くなかったんじゃないかなというところですね。ビームサーベルの方はちょっと犠牲になっていただいたんですけれども、あと2パーツでね、コンプという形で、終了できました。ぜひ皆さんもですね排入ガンダムビッグ狙っていただければと思います。以上、井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイルお送りしました。ご視聴最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。